なんだなんだ、カメラを回せって言われたんだ。おかえり。あーちゃん、うん、終電で帰ってこれたよ。ねえ、すごいよ、ゆうくん。嬉しい嬉しい、ありがとう。久しぶりに終電帰りだね。嬉しいよ。なに？なに？お疲れ、あーちゃん。ゆうくん帰ってこれた。おかえり。うん？ゆうくん？ゆうくん？終電で帰った喜びが一旦消えた。終電で帰ってきてくれた喜びが、ん？ミノムシ？ここだよー。わかります。ここだよー。ここだよじゃなくて、ゆうくん、その服は何ですか？ちょっと息子寝てるんでし、こっちやめてもらっていいですか？あの、草じゃないよ。え？草じゃないよ。俺、草じゃなくて俺。うん。だと思うけど。うん。その、ちょっと一回明るみに出てきてもらっていい？うん。はあ、いや。後ろ向いて。ん？後ろ向いて。なんで？後ろ向いて。ちょっと映したい。ツリーじゃん。え？ツリーじゃん。え、ツリー。クリスマスツリーじゃん。俺自身が。うん。じゃあいいことじゃん。オーナメント飾る？めっちゃいいことじゃん。こうやって一個ずつオーナメントこうやって飾ってく？なんで終電で帰ってきたのにオーナメント飾られなきゃいけないの？なんで終電で帰ってきたのにクリスマスツリーなの？え？クリスマスツリー？うん。違うよ。ギリースーツだよ。何？それ。ギリースーツ。絶対そういうバカみたいな服ってバカみたいに高いんだよな、ムカつくわ。なんでそれがそんな高いのって値段するんだよね、そういう洋服って。ほんとわかんない。私には一切価値がわからない。え？まあ値段聞いてないじゃん。まあ値段聞いてないけど。ただのギリースーツだよ、これ。20万とかすんでしょ、どうせ。めっちゃ当たり。ほら見たことか。え？ほら見たことか。しかもその下のズボンもちょっとだけムカつく。何それ？何これ。何これ？ジャミジャミズボン。ジャミジャミズボン、うん、半年間ずっとタンスの角にありましたみたいなズボン。え？そんな？ほら、このなんかシワシワ加工がされてジャミジャミズボン。うん、うん、何そんな、何そんな顔してるの？頭抱えてるんだ今。え？なんで？かっこいいよ、かっこいい。実はこれ2週間前くらいに東京で買ったんだよね。うん、なんかとしみつと一緒に、うん、なんかちょっと不意にフラット買い物行った時にね、うん、表参道かなんかに、うん、で不意に買って、そのまま岡崎に持ってって、うん、でずっと傷にね放置してたんだけど、よし終電で帰れるし着ようと。来てみた。終電で帰れるタイミングをずっと待ってたの？まあなんか今だなって感じがした。うーくん、かっこいい。もう20万に切れなくなった私をみんなが怒ってほしい、うん、今これを見てるみんな、うん、あーちゃん前まで20万買ってきてたらブチ切れてたよ多分。もうあーちゃんはどんどん感覚がおかしくなってってるんだと思う。でも別に
いいんだ。まあ別にスパスパ買ってるわけじゃないからね。草むらに紛れれる服を岡崎と東京に住んでるあなたが買うと、うん、ちなみに東京に住んでる時には一切必要ない。岡崎だったらちょっとだけ必要な時が1年に1回あるかなって感じだけど、いや1回もない。1回もないとお前が言った。草に潜みたいっていうもう思う時は1回もない。潜む必要がないもん。当たり前のこと言うね。そのツッコミをみんなが思ってるんだよ今。うん、なんでじゃあその服買ったの。え、かっこいいと。ムカつかないねみんな。家帰ってきてさ、こういう洋服で帰ってこられたらさ、え、みんな面白いと思うでしょ。面白いよね、みんな面白い見てて。えー、ビジリー君、洋服で帰ってくるんですね。わー、世界一面白いって思うかもしれないけど、ハンガーかけるのとかめんどくさいんだよね。すごいかさばるし、他の洋服とのこう兼ね合い、あのすごいデリケートなやつとかだと、なんかウー君ってすごいスクパンコールギラギラなやつとかのスーツとかを買ってくるのね。そうすると私のニットとかの隣になっちゃうと、スパンコールとニットが掛け合わさると、スパンコールによってニットがビヨーンってなっちゃったりとか、ギってなっちゃって、こう素材がキタってなって服が傷ついたりとかする時もあるし、すごい迷惑な洋服が多いんだよね、ウー君って。これは別に、ほら、うん、まあいいんじゃない。ガーゼみたいな感じ。ガーゼ、確かに。もし出血したら、待て、俺の洋服にガーゼがパチッ、はい、できるね。それはちょっと違う。それはちょっと違うの。うざ、やれよ、そんだけいっぱいガーゼがついてんだから。それはちょっとやだ。普通にガーゼ使う、ウー君手どうしたの。女王を優しく黒竜が、うるさ、なんで今言った。もう分厚っと思って。嫌なんだからこれ。汚な、臭そう。臭い。3日間ぐらい同じ包帯ずっと巻き続けるとね、最悪、すごい臭くなる。もう最悪だな。うん、なんかおかえり、あーうくんっていう気持ちがゼロ。なんで肉じゃが作ってないの。ごめん、肉じゃが作っといてほしかった。いや別にいいけど。あーうーくん、肉じゃが作っといてほしかった。言ってくれたら作ったんだよ。これ塩ビになってる、ほら塩ビ、タキシードみたいになってる。タキシード、結婚式とかに使えるかもしれない。遅いです。ほんとだ、塩ビだ。かっこいい。その中と一緒になってんの。これ中はちょっと、中かわいいじゃん。え、何その中の服かわいくない。中はちょっと金曜日の昼に急ピッチで買ったやつ。え、そっち系のなんかちょっと雑誌の表紙に乗るときにおしゃれさせられた時の柴優が着る服になってんの。いやこれ違うね、あの木寺仁っていう俺のなんかキャラクターがいるんだけど、うんうん、それ実在する人物で、実は大学の普通に友達なんだけど、うん、そいつのなんか結婚式があるみたいな、うん、でその友達に頼まれちゃったの、余興を、うん、YouTuber に余興を頼んできたの。YouTuber だから。すごい、ね、YouTuber あるあるなんですけどね、これって、うん、動画制作できるからあんた余興やってよっていうのは結構あるあるなんですけどね。なるほど。さ、ちなみに何回目ですか。何回目、うん、余興やるの。1回目であるある。1回目のくせにあるあるとか言った。そうですよ。いやでも他の YouTuber からもそういう話聞いた。ああ、そういうことね、うん、自分だけじゃなくて他の人がってことね。でまあ、ついに、あ、俺にも回ってきたかって、うん、朝から稼働したもん。えらい、喜ぶね。案件かと思うくらい稼働したもん、うん、その時にそのなんか衣装みたいな感じで買った、うんうんうん、へえ、かわいい、似合ってる。ほんと、うん、これはえ、いらない、捨てる。え